バ人気みたいな、サバ人ちょっと違う。いいね、サバ人。サバ人郷土。サバ神になっちまった。サバ人か。井上人。井上人。営業終了に重要人。点数を気にするメントス。あ、でも大エビ店のそばっていうのがある。点数は大事やね。大事や。Google マップ点数。数字は嘘つかへんからな。いや、そんなことはないけど。美味しいそば食いてーよ。山科にいい蕎麦とかあるのかな。山科ういね。なんか避暑地。別に避暑地と山科は避暑地ではない。避暑地行きたいな。火中庵の蕎麦。そうね、滝を見に行きたいな。ういね。いや、じゃあちょっと滝を探してマイナスイオンを浴びよう。そうやな、滝。空屋の滝っていうのがあるね、その手前に滝多いな。ちょうどサンダル欲しかったんだ。サンダルで行くの危険って書いてある。あ、そうだ、そもそも滑るから京都滝穴場っていうの。滝股の滝がやっぱあれっぽいな。滝股の滝行くか。滝股の滝、うん、いいね。まあ、滝股の滝かな。滝股の滝とか、滝股の滝って言い過ぎてる。滝股の滝、滝股の滝、早口言葉みたいな。上から読んでも下から読んでも滝股の滝ですね。滝股の滝じゃないのかな。滝股の滝どこ。又吉の又。違うか。行こうかで、行こうかー、行こうかー、レッツゴー。もうそうですね、炊き込みです。失礼いたします。あ、真ん中にいるの。はい、かしこまりました。サロン喫茶のカバンだ。数量限定だ。レアもの。レッツゴー。あ、そもそも？そもそもんぐね。ちょっと行ってみようか。よし、いざ滝股。滝股。すごいとこっすよ。目がくらむね。もののけ。俺らこういう山道に行きがち。あ、こっちから行くの間違ったかもしれない。
向こう側からね、滝股行けへんか。さっきのこれって言ってたとこ、うん、あの京都のスクールトレーニングとか。ああ、あっちかじゃん、できないっすよ。滝股の石仏を通った。新時やほんまやな。あの、ヒルとか、あれが怖い。ああ、確かに。湿ってるし。なんかいっぱい、なんか山道。その時はハイクやったけど。山のハイク行って、雨上がりだったから、か昼に足めっちゃ噛まれた。やっぱ気づかんもん。気づかん。全然気づかん。でも友達と一緒に行って、友達の首とかにヒル吸い付かれてるけど。なんか首ついてんでって言って話したら昼やった。怖い、それが怖い。まだしてない。ない。金梅笹、金梅笹という葉っぱは包帯に使います。滝股の石仏。あ、なんかちょっとすごいな、ここ。大尺て虎に乗ってんの。大尺てんか。こっちでもいいよ。文殊文殊菩薩、文殊菩薩、文殊菩薩やね。柱だ。不動明王弁財天。おぉ、今日大きな飛天、飛天、飛天みつるぎ流。確かに。うわ、一枚岩ではない。映画でやってた、最後。俺がやってもよかったんやけど、止められたわ。ワイヤーなしでやりますよ。ちょっとまた今度でって言われた。めっちゃあるな。めっちゃ距離あるな。思った以上の倍ぐらいの。修法観音。有名？ロンドンやったかな。うん。メトロポリタン美術館。ああ。に水月観音飾られて、それがめちゃめちゃすごい。一回生で見てみたいなと思って。
大日如来。わかる。怖。昼怖。昼を恐れてる。逆にでもこんだけね、こんだけで、こうなんだろう、全部剥き出しやったらさ、舗装されてた、ね、でもすぐ分かるから安全かもしれない。逆の意味で、あ、なんか滝の音聞こえてきたっぽい。竹股の滝は下へやって、下なんだ。また下に行かせんか、俺ら。そっちにもなんかでかいのあるけど見る？いや、看板、なんか石仏が、石仏マニアやな。石仏配置で、メントスは石仏マニアやからな。こんなにあるの石仏。すごいな。めっちゃ綺麗やしな、看板。うん、最近っぽい。もういっぱいあるから、いっぱいあるから下行く。メントスは石仏マニアやからな。石仏マニアやったらもっと真面目に言ってみて。な、流れで見てるけど。でも地面下って見た。見た。見た。やばいなあれ。めっちゃゾワゾワした、あの顔面踏みつぶすとこ。ああ。最もフィジカル。最もフィジカル。そして最も全員ね、ベチ。うん。ベチしてみるか。って言って。血だけでなんかブクブクブクブチブチブチ、超あそこ良かった。目の頭踏みつぶしてこういうのあるかって。ならへんと思う。なかなか時間かかるであれは。すごい、割とガチですね。もう、もののけやな。もののけのあの一本下駄で、じじいやな。でも本当になんか苔とかがすごいね。あ、いはるわ。いはる？そうか。うん。一通やな。うん。って感じで。ほんまや。休憩する？いや、別に。体力の自信がもう、やみ上がりやけど。やみ上がり。あ、ちょっと、下体がきつくなってきたな、ここ。あ、大丈夫や。こっちか。ここ渡るんかと思って。キノコ、すごいね、この感覚で。うん。下駄には買えませんですよ。スニーカーでも買えないから、そうですよ。なかなか、なんか許すか。危ない。危ない。大丈夫。
こんにちは。すいません、なんかいるで、ユーチューバーがいるわ。サロンキッソ、あそこが滝なの。危ない、危なそう。滝です。行けるなら泳いでいきたいわ。でもなんか大きさほど透明じゃない。でもそこは多分絶対深いと思う。撮っといて、今撮ってるよ。まあいるやろね。ゴジラみたい、あの表面がゴジラみたいです。皆さん見てください、あの表面がシンゴジラ、シンゴジラみたいですよね。いや